はい、皆様大変ご無沙汰いたしております、えー。私のサイガチャンネルというですね、えー、このチャンネルのご視聴いただいている皆さんたちもなんか全、ね、然どう喋ってたかもよくわからない感じでですね。 なんかペースもうまくつかめないままに今久しぶりに動画の収録をさせていただいておりますけれども昨年2022年12月16日夕方お昼過ぎっていうのかな3時頃ですね急に「あなたのアカウントはちょっと止めますよ」という通知を頂い,いてから1月162月16日そして今日が3月の2日ですからさっきずっと16日からこう。 17時18時15と数えていって76日間をもちましてえ今日のお昼12時ぴったりでしたねこれがあの合わせてくれてるのかお時間をねわからないですけど12時00分ジャストにアカウントの再開をしましたという通知をいただきました皆さんありがとうございますいやーもう本当に えー、長い長いねアカウント確認時間でございまして、まあ、そこから歌レポというものもねストップしてかれこれ「『最後のつぶやけ』なんていうねもう完全に歌の解説と関係ない動画というか音声のみを上げ始めて今日で22本分ぐらいやってました3週間ぐらい。もう登録者数という数字がもう減る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 で。 えー、だいぶ減ってしまっておりますけれども、まあ、そそうですよね私はボイストレーナーとしていろんな方の歌声を勝手に聴かせていただいて解説をするという「歌声レポート」略して「歌レポ」という動画を毎日上げさせていただいていてでそれをこう見ていただいた方が登録をしてくれてたわけですけれども、えー、そうじゃないことをずっとやってきましたのでどん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 減る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 ,減るだったんですが。 本日をもってですね、ありがたいことに、えー、アカウント再開ということで、えー、ありがたい。本当に。 待待ちに待っていたアカウント再開をすることができましたので今日から皆さんがが見見てていいいただくくく動画にには広告がつくとととうことになってくるる思います。えー、見るね、皆さんの側からするとそれがない方が、ね、スムーズに見れるということももちろんあると思うんですけれども、えー、ぶっちゃけた話は私はねそちらで皆さんが見ていただくことによって、えー、広告の収入というのをこういただけてこ おりましたので、えー、それがない状態が続いていてね、まあ、私のはわがままといえばわがままなんですけれどもいつもみたいに動画で歌声レポートやるようなことを、えー、しないまま76日間ね、えー、こうしてこのチャンネルを音声のみのチャンネルにしてしまっておりましたけれども今日ありがたいことに復活ということですので、えー、明日以降ですねまた今までの通りに。 いろんな方の歌声を聴かせていただいて、えー、お話をしていくレポート歌声レポートを再開させていただきたいと思いますし、えー、登録をねもう今までしてくれてましたけどこう外された方たちもまた何かのきっかけでね、えー、私の歌レポ始まったんだなまたということで、えー、来ていただけることを願いつつ。 でさらに今まで見ていただいた方たちのもう日々ね早く復活してほしいですねということをコメントであったりとかツイッターなどなどですねたくさん私のところにも、えー、届いておりましたその目,目にすることもたくさんありました改めまして本当にありがとうございましたそして、えー、一緒にねこの「災画」を喜んでいただけてたら非常に嬉しいなというふうに思いますそして今までまだ見たことがないこの「災画チャンネル」というのをね、えー、方たちにも さらに、えー、楽しい何かねボイストレーナーとしてお話しすることで皆さんのためになるような、えー、ものをお届けできたらなというふうに思っておりますので改めまして、えー、これからまたですね「災害チャンネルの方」動画を再開していきますのでよろしくお願いしますという動画を撮っておりますけれども今何分ぐらい喋りました結構噛んでますね私。 やっぱり音声のみとちょっと違うんですね。私こうやって今動画で喋ってますけど、もう今これね、マイクをここにつけて、このスマートフォンでこっち向きにしてとかってやりながら、ちょっと忘れかけてましたもんね。どういう風な入りだったかなとか。 とにかくこの76日間の間にいろいろ見たかったけれども見れないでいや言えなかったまたかんでるいろいろ見たかったけれども見られなかったものを、まあ、見てもよかったんですけどいつも初見初めて聞いたり見たりすることで歌声レポートさせていただいてたのでたんまり聞きたい曲見たいもの開けたい CDDVD たんまりありますので。 それを一つ一つ今日からね紐解いていいいてきたいという,ふうに思います明日の朝第1弾の復活動画は一体誰の歌声レポートになるのか何を開けることになるのか私も今まだ決めているわけではありませんけれどもおかげさまで、えー、皆さんの応援あって願いを送っていただいたこともあって。 ようやく再開させていただくこうとになりますので改めましてサよガチャンネル明日からまたどうぞよろしくお願いしますということで急遽動画を撮らせていただきまして皆さん今回も最後までご視聴いただきましてそ,そして、ね、明日からもどうぞよろしくお願いいたします